はい、こんにちは、タカです。こないだ文具ボックス、表参道の文具ボックスに行った時に、文房具カフェにも行ってきたんですけど、あの文房具カフェと文具ボックスってね、すんごい近くにあるんで、ものすっごい近くにあるんですよ。ちょっと角曲がったらみたいなね、そういう位置関係にあって、まあ表参道に行ったら両方行くみたいな、そんな感じなんですけど、1000円でね、福袋、文房具カフェ福袋みたいなのがあったんで、ちょっと2つ買ってきました。1000円ね、1000円2つ。まあ1000円以上のものが入ってるっていうねことなので、なんとなく中見えますけどね、なんとなく見えるけど、ちょっとまずこっち開けてみようかな。よし、まあこれがあったから買おうかなと思ったのもあるんですけど、これ大人の鉛筆だっけな、確か名前が、芯がね、これ 2ミリかなの芯が入ってる、うん、これ文房具カフェバージョンの大人の鉛筆で、その大人の鉛筆用鉛筆削りです。これも文房具カフェのシールが貼ってあるけどね、うん、ね、これでこれ鉛筆削りなんだって感じ、うん、ちょっと後で使ってみよう。あとはカメラと双眼鏡消しゴム、これ文房具カフェにね、なんかこれの多分ガチャガチャが置いてありました。双眼鏡ですねこれ、うん、何にこれ、これ人気あんのかな。続いて、あ、カメラと双眼鏡消しゴム、今度カメラだ。あ、すごいねこれ、本体とレンズと分かれてるよ。これ後でくっつけましょうみたいな感じか。これ人気あんの、これこの2つどうなんだろう。でマステだね、うん、あ、これ300円って書いてある。絵柄が浮き出るデザインテープ、マカロンです。マカロンか、あ、え、これマスキングテープではないのか。はい、はい、これも見えてたけど、この付箋、これって何かに挟めるようになってるの、あ、というんではないか、普通の付箋か。こっちをこう出したら今度こっちにペロンみたいな、うん、これもなんかお店でよく見る気がする。あ、これも付箋だ、ポストイット強粘着のハート、なかなか使わなそうな感じ。はい、これも付箋か、付箋多いね。フィルム付箋15枚入り、メガネ、することを可愛く整頓、トゥードゥーリストになる付箋です。あ、これは手帳に挟めますだって。
なるほど。付箋多いね。まあ付箋人気だよね。はい、これは手帳とかに貼るラベル。このマークはあれだね、お食事するとき、お食事の予定のところに貼るやつだね、これね。うん、なるほど。よいしょ。あとはこれ、ん？お、あれ、これすごい台紙ついてなくてペタペタしてるけど、これも付箋。その日のスケジュールとかを書く付箋？これね。AM、PM。うん。すっごいなんか裏が、これもうペタペタしてるけど。そしてこれ、ドリーム。ああ、やってみたいが溢れる暮らしに願い事の記録ができます。願望を書き留めて手帳やノートに貼ってお使いください。おお、行きたい、食べたい、見たい、欲しい、やりたい。あ、ちょっと切符っぽくなってる。なるほどね。はい、ということで、これでしょ。付箋、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 付箋。もう付箋がすごい、付箋がすごいね。で、大人の鉛筆、大人の鉛筆の鉛筆削り、マカロンの柄のデザインテープ、カメラと双眼鏡の消しゴム、これで1000円。うん、まあちょっとお得感はありますけど、それにしても付箋、こんな付箋入れるっていうぐらい。そしてこのなんか台紙のついてない、なんか付箋の中身だけ少し入れましたみたいな感じの、ちょっとね、何でしょうかね、これね。はい、一つ目はこんな感じの内容でした。あ、これ削っとこう。これね、よっ。あー、なんか、うん、ちょっと普通の鉛筆削りとはね、やっぱ違うよね。これに、あ、これもっと出さなきゃダメか。こんな感じだ。で、回す。あ、ちょっと削れてる。削れた。はい、結構カスが、うん、はい、カス溜まりました。うん、ちょっとね、個人的に僕はこの大人の鉛筆とその鉛筆削りのね、セットが欲しかったんで、でどうせだったらいろいろ入ってるこの福袋がと思ってね、ちょっと今回はこれを買ってみました。うん、まあまあ個人的には満足してます。